おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。都市部、まあ大東京、東京というものと、世界か地方、そのずれと言いますか、そういうものがあって、その地方消失という、消滅という、えー、田舎が消えていくんじゃないだろうか、という、まあ、不安があった。それは、限界集落とか、それから、過疎の問題がありますね。それから、もう人口減に入った日本では、100万都市が、 何年かに一度で一つ消えていくっていうような減少傾向にあるわけでありますから、こう、日本の国力そのものを急速に落ちていくのではないだろうかっていう不安が。だけど、その手の見方だけでいいのだろうかという。ま、東京一極集中というのがすごく。はい。ただ、前からちょっと思ってたんですけど、あの、 東京の時代というのももしかしたら、ゆっくり終わりつつあるんじゃないかというふうに思うところもあるね。東京に住んでいる皆さん、はい、あの、あの、不安がらせる意味で言ってるんじゃないんですよ。えー、あの、なんかこう、日本というのは様々な町が、村があって、裏があって、そういう総合力で持ってるところで、明治時代ずっと東京が、あ、配電版、芝良太郎さんが言ったころのこう、電気を、 各地方都市に送るということで、日本っていうのは回ってたんですけど、配電版としての東京というのが実は終わりつつあるのではないだろうかと、そういう考え方ですね。はい、変な言い方だけど、関西あの、東京オリンピックね、ええ、こう4年後に控えてます。うん。はい、あれもしかしたら、地方の方が良かったかもしれないね、なんかね。 いやいや、あの、いろんな考え方あると思うんですが、何もね、東京が独り占めすることはないと思うんですよ。私、会場を分けちゃっても、日本みたいな小さいエリアだったらいい、いいんじゃないかなと思いますね。成果が灯っているところが東京ということでも、いいような気がするんですよね。東京、暑いですからね。だと思うんだ、俺ビルの、ビル熱って言うんですかちょっと大変だと思いますよ。ゴルフの競技会場、まあ多分ゴルフはあるでしょうけど、 軽井沢あたりでいいよね。高原ゴルフいいですね。高原ゴルフでね。なんか、あんまりこうガチガチに東京メインに考えるっていうのが、力みみたいなのにつながっちゃってんじゃないですかね。はい。えー、そのあたりも今から言っても遅いかもしれませんが、しかし、ちょっとね、ショックなのが一つだけありましてね、皆さん。はい、これあの、ど、どことは言いませんけども、あの、地方が、 地方だけで作っている番組っていうのが全国でゆっくり増えつつあるんですよ。うん東京にはキー局っていう局があって、それが電波送ってるわけじゃないですか。はい、ローカル局にね。はい、ところがね、昨今ね、東京からやってくる番組で数字が取れなくなってるんですよ。ーローカルはローカルのためだけの番組が結構数字いいんですよね。ああそういうの多いですよね。 ということはね、やっぱりね、東京のとあるセンスが、もうローカルでは受けないと言いますかね。それが先週申し上げた、都知事選の情報を、なんで何時間もやるんだと。はい、俺ら関係ねえよ、ローカルはっていう感覚。うん、それから、もうズバリ言いますと、福岡、はい、博多花丸大吉、<ー>数字取ってんですよ。うん、福岡オンリーの番組を博多花丸大吉が、はい。 そういうローカルのためのタレントさんっていうのが、うん、その、今、続々生まれてるんですよね。はい。それ今、今のところ小さいんですけど、もしかするとこれからなんかものすごく、うん、こう、大きな溝を地方と東京の間に作っていくのではないかっていう、ちょっと私、予感がしてるもんでね。えー、さあ、この本編入りましょうね。藤波さん、匠さんがおっしゃっている人口減が地方を強くする。 こういう問題であります。全国に過疎と指定された市町村が797あるそうであります。全体の市町村の46.4%、約半分が過疎。もうこれゆっくり滅んでいくんだと。うん、えー、総人口1100万人が過疎に住んでる。今、1100万人が過疎に住んでる。はい、東京と同じぐらいの人口が過疎と言われるところに住んでる。 総人口の約10%。で、今までは行政にすがり、補助金にすがりついていた過疎。で、いくらお金を注いでもさっぱりうまくいかない。これが現状なんです。で、どん底まで落ちるとこまで落ちて、この民意で志のある者が立ち上がり、この多業務をこなすような、とにかくいろんなことを一人で頑張ってやっていく。そうすると、 不思議とうまく生き出したっていうことなんですよね。多角経営で企業全体のコストが圧縮。規模の小ささの苦しさを超えて範囲の経済を見逃している。巨大な範囲ではとても通用しないけど、この範囲だったら十分生きていけるっていう。はい、だから、あの、おじいちゃんおばあちゃんの買い物の手伝いをします。 電話で呼んでくださればおじいちゃんとおばあちゃんをどこどこまで運ぶタクシーの代わりをしましょう。それ、うん、から、ここからここまで荷物を運ぶ業務も私どもがやります。それから、農家さんがこういうものを出荷なさ、味噌を作った、醤油を作った、うん、その会社もやります。6つぐらいを兼務すると食っていけるようになるんだって。うん、なるほどね。はい、そういうところに、 ゆっくり若者が今流入しつつあるという、その、いわゆる地方の小さな村、町の出来事でございますね。これをまたね、今週お届けしたいというふうに思います。この次また明日のまな板の上で。ですね。これをまたね、今週お届けしたいというふうに思います。この次また明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香田です。地方の問題を取り上げております。はい。叩き台がございまして、藤波たくみさん、えー、日経プレミアシリーズ。人口減が地方を強くする。 地方の活路と言いますかね。地方消滅と言われて久しい日本でありますけども、それでも地方にはまだまだその活躍のノリしろがあるんだという。大阪の方、聞いてらっしゃいますかつい1年前まで大阪で大論議となりました。大阪と構想。はい、橋本通る市長で大きく揺れました。この橋本市長の主張と言いますのは、大阪は 東京の代わりになりうるんだと。だから、町の、行政のその構造そのものを東京と同じようにして、第二の首都を目指そうという。はい。でもね、この藤波さんの本を読みますとですね、大阪の方申し訳ございません。大阪って、橋本さん、橋本市長、元市長の言ってることは景気良かったんですが、厳しく現状を分析していないような気が、 してきたんですよね。藤波さんの、うん、あの、分析を読んでるとですね。はい、大阪の苦境をやっぱりきっちり分析にもう一回し直した方がいいんじゃないかと、えー。大阪県の京都、兵庫、大阪について、えー、2014年にこれ人口減少にあの転じております。もうここも人口が減りつつあります。はい、特に大阪県で、実は神戸っていうのが、うん、こう私、大問題だ,だと思うんですけども、うん カナさん、福岡に抜かれちゃったんですよ。ああ、そうですか。人口流入で、福岡が神戸を抜いたんです。ええー、いや、昔はなんか、神戸にマンションでも立ってみたい、ね、そ,そうだぜ。人が多かったですよね。だって、俺前も言ったけど、俺らが学生の頃に、広島が都会だったんですよ。<ー>西日本で最大の都会。 あの、神戸を離れて、それ広島だったんですん。そこで、広島商科大学4年、吉田拓郎って名前を聞いたときに、きらびやかに思ったんですよね。山陽道に吉田拓郎っていうね、大学4年生でオリジナル200曲持ってるって評判がね、強烈だったんですよ。だから、やっぱ、広島は、 松田とか大級はあるからいいよな、うん、それに比べて福岡はちょっとパッとしねえよなっていうそうか神戸となるともう花の都ですよえサンフラワー通りだっけフラワー通りだっけかな <laughs> 名前がいいよな,なはいそんな感じがね,ねしますよねしかもそこ宝塚のスターたちが日曜ね<ー>素敵な散歩をしてイタリア靴店でね革靴買ってるなんざたまんねえべよ <laughs>、はい 小鹿のようなお尻をした宝ジェンヌがさ、それに比べてなんか博多はね、なんか庭が旋平か、みたいなね。<laughs> よくわかんないですけど <laughs> なんか、そんな差がありました。ところがね、抜いたんですよ、福岡が。<ー>もう本当に、福岡はあ、名古屋、大阪の後ろに回り始めたんですよ。<ー>まあ、福岡の人でこんなに福岡につって興奮してるの私ぐらいでね。 福岡の人はそれほど興奮してないんですが、とにかく、大阪の苦境に関しまして、分析してみましょう。大阪で東証一部、大阪に本社を持つ最大の会社。武田薬品なんです。はい。これがかナさん、18位なんですよ。うん、名古屋に比べると1位がトヨタ。うん、名古屋、でかいですよね。トヨタ持ってますから。はい、14位、伝送があるんです。 これに比べますと本当に申し訳ないが、やっぱり勢いとしては名古屋なんですよね。うんうん、大阪は今地方都市なのでありますと。京都に比べましても、うんうん、大阪は本社の数が少ないんですね。村田製作所。村田製作所、これ、島津製作所とともに、はい、京都なんですよ、本社が。はい。それに皆さん、京都って京セラ。 それに皆さん、ニンテンド。ああ<ー>、これ聞くと、ちょっと大阪は京都に負けるんじゃないかっていう、そういう勢いの差というのは事実としてあるわけでありますね。で、行政面に関しましては地域産業活性化を励まし続けた、 京都と大阪が大きくこの溝があることはもう事実としてあるわけでありまして。必死になって大阪も頑張っているんでありますけども、やっぱり今、近畿圏で一番勢いのある都市というのは実は京都なんですよ。しかも観光客すごいんだもん、んここ。ね、だっておお、あれ、京都にホテルが取れないから大阪に行ってるんですよ。 ま、それにつけましても、官主導ではなく、独自で地域産業を支援する取り組みが、民間でものすごく頑張っているのが、実はこれ繰り返しますが、福岡なんです。これ、ま、びっくりしちゃったな。福岡地域戦略推進協議会、FDC というのがあるんです。はい。で、福岡は独自なんですけども、九市八丁で、九つの市と八つの町で組んで、ここね、何がすごいかというと、 アジア中核的拠点戦略を進めている。つまり、アジアに出ていこうってしてるんですよ。これはやっぱね、すごいんだわな。このアジアの匂いがする福岡っていうのは、子供の時はなんか全予想もつかなかったけど、今福岡を励ます最大の利点なんでございますね。このあたりからね、地域の活性見ていこうというふうに思います。この続きまた明日のまな板との上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。福岡の自慢話になってしまっております。誠に申し訳ございませんが、でも現実としてこれ、藤波さんという客観的なメディアの方もあの話してらっしゃるんですが、はい、福岡では横の連携ががっちりしてて、アジア中核的拠点戦略、アジアに打って出ようという、うそういう戦略を地域全体が すごい頑張ってやってるんですね。はい、こういう政策によって2020年雇用6万人生むと。で、生産総額で2.8兆円。人口7万人増加を目指してる。これが福岡現実に着実に進んでるんですね。はい、これ行けば本当にわかりますけども、福岡という街はですね、中国、上海、香港、台湾の観光客が溢れておりまして、それからもう一つ、はい イスラム圏の人が多いんですよ。あ、そうですか。うん。西鉄バス乗っかってる。<ー>あの、例の、あの、えー、ネッカチーフを頭に巻いた方えー、えー。感じのいいアジアの、<ー>あの、インドネシアからやってきましたみたいな若者が着実に増えております。で、これはね、本に書いてなくて私が体験したことなんでね、こういうことがあったからこの本に見せられたんだけど、九州大学という、もう九州県内では、ものすごい、 あの、名門の大学があるんです。九、はい、旧大。ここがですね、市内を捨てまして、箱崎にいたんですが、うん、引き払って、糸島半島、ここのみかん畑に、広大な敷地面積で移転したんです。うん、九,州九州大学、糸島キャンパス。うん、なんと3万人ですよ。学生さんと大学職員が。はい、え 三万人三万人。そこは糸島半島に移動したの。そんな糸島って大きいですか糸島、あの、あれよ、あの、地域でですよ。は<ー>もう、一辺だよ。風景が。そうでしょうね。俺らの頃も糸島なんて申し訳ない糸島の人も小馬鹿にしてね。へー。あの、糸島街は該当番やイランに、いらん、火の玉が並んどるとかね。<laughs> <laughs> あの、糸 <laughs> そんなことばっかりハハ <laughs> <laughs> それとかあの有名だったのはあの, <laughs> あのこ糸島っていうのもいわゆる郊外地域から、うん、お役所さんたちが野菜をリアカーに突っ込んで朝天神まで売りに来る、はい、ずらーっとその大通りに並べて売るんだその、うん、たくましき農家のおばさんたち、はい、それをあの私どもは少しあの小バカにしながら「うん、糸島のリアカー舞台」っつってねなんか。<laughs> そんなとこなだ。昔はそういう時代だったんですねそれが今は、<ー>農業、もちろん中核なんですけども、うん、あの、いわゆる福岡って巨大消費地があるから、農業生産ものすごく元気いいんですよ。うん、そこにプラス、若くて食い盛りの3万人がやってきたから。ああ、そしたらもうお店もできるだろうし。うね、どんどん栄えますよね。箱崎キャンパスの近くで、 スナックやってたのがうちの姉なのよ。ええそうなんですかそう。<laughs> あ、そうなんですうん、そ,そこに、旧大の学長さんなんかが飲みに来た、はい武。武田、武田タバコ店のお姉さんがやってるとかって言うんで,、はい、で、そこの常連でよく酒飲んでたのは、心理学の北山教授っていうね、<laughs> 飲むと必ずね、あの素晴らしい愛をもう一度歌って帰るっていう変な教授がいて、<laughs> それ結構名物だった<ー>ここにテレビの取材で訪れた時に、教務課の人が小声で、お姉さんにもう一回店やってくださいって <laughs> 頼まれたの。はいはい、つまり、あの、糸島キャンパスに全員で引っ越したもんだから、遊ぶ、その、いわゆる、遊興地区、こう、 が何もないわけさ。飲んで歌えるとこなくなっちゃった。なくなっちゃった。<ー>それで、糸島、そこはやっぱでもどーっとこれから流れ込んでいくと思うんだよね、若い経営者たちが。はい。シャレーった喫茶店なんかができたり、それから糸島半島って、うん、もう本当に小馬鹿にしてたんだよ。それが、サンタモニカ風になってんのよ。そうなんですかハンバーガーショップが点々とあって、 若い女の子たちがキャッキャキャッキャ言いながら白浜で遊んでたりなんかする。昔息もしなかったよ。 でも今あの、ガイド見ると、福岡、うん、からちょっと足を伸ばして糸島へって。そうそうそ,うそう女の子たちがすごく行きたそうな感じの写真が載ってるんですよ。もう俺たちのことボロクソだよ。糸島へってお前、ステッキと思って踏んだら全部蛇やったとかね、<laughs> なんか、そんなことばっかり。あそこは蛇がうろこぼししようもんとかって。そんなこと。そ,それがこないだ行ったら、本当にもう、キャリフォルニア。キャリフォルニア。<laughs> もうがっくり。<laughs> そして、あの、 この九州大学の中身を見せてもらったんですけども、はい、ちょっと言い方忘れちゃいましたけど、学生食堂にはイスラム食のコーナーがあるんです。で、やっぱり、教務課がはっきり言った、私に向かって言ったんですけど、ドバイまで睨んでるんだって。<ー>ドバイの学生が来ても困らないような、その、いわゆるキャンパスライブが楽しめるような設備を、九大は準備してるっていそこまで考えてるんですか大講義室の脇に、 メッカの方角を指す矢印があって、お祈りできるボックスがあるんだね。グローバルだなグローバルなのよ。俺あんなの初めて見たよ。中東近辺の学生さんたちが、すごくすご過ごしやすい空間であるように、やっぱ工夫してるんだ。その他風力発電、水素自動車、新電力に関して、産業界を引き付ける工学部が、 九州大学にあるんです<ー>この辺で、ね、やっぱりワクワクしてくるんでございますね、はい、ちょっとねふるさと自慢になってしまいましたけど明らかに流れは次第に変わってるそれを大学のキャンパスで感じたもんですからご報告がてらおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈ですちょっと福岡自慢が続いたのかもしれませんがでも冷静に見てね、はい 地方都市の中でも傑出した魅力に。だから、仙台もやっぱ感じます。仙台かなある体験ないかいや、行ったことありますよ。あの、広々としてね。道路も広いし。もう、ケ通り、もう、バ鹿の一つ覚えだよな。俺も、母ちゃんと二人でこの間ドライブあそこ行って、山奥の温泉行ったんだけど、レンタカーで駅前から出て、走ってると、広瀬がおはって、なんか、聞こえてきますよね、佐藤さんのモノマネになっちゃうんだね。うん。 あれもいいよな、仙台も。うん、それから金沢。本当にいい街。言っときますか、富山。いいぞ、うん、皆さん。まあ、福岡に話を戻しましょう。とにかく、7000以上の転入者、若い転入者で膨らむ福岡であります。福岡は今、大学都市としても注目を浴びておりまして、はい、東京あたりにで学ぶんだったらば、あえて、福岡の方がいいんだと。うん、福岡の大学に行く女子が増えてる。へー。 なんで,でかというと、東京より安いんです。<ー>家賃は安いわ、食い物は安いわ。うん、それで、福岡はものすごい勢いで、女の子の洋服系列のデパートが、次々に。それこの前感じました。感じたんでしょあの、デパートが3軒ぐらい並んでるとこありますよね。えっと、なんだっけ、岩田屋。岩田ありますね。三越<だ>。はいはいはい。大丸でした、ね、はい、大丸です。はい、あの辺の歩いてる女の子のおしゃれなこと。すっごいんです。 <で>いや、びっくり。あれはね、九州県内から集まってきて、西日本からも集まっていくんです。<ー>東京行かせないで、福岡に行ってこいっていう、<ー>西南女子とか、<ー>それと、まあ、女房がぼそっと言ってたけど、結構ね、イケメン多いんですわ。<ー>うちの娘もな、博多座遊びに来て、はい、喫茶店で1500円のコーヒー飲んでましたよ、なんか。千五百円のコーヒーかっこいい。お兄さんが勧めた、勧めたんですって。す <laughs> められちゃった。それで。 味はどうだった普通やったとかって、博多、<laughs> 博多なまりで言ってましたね。<laughs> えー、えこういう風うにして魅力のある都市というのは、地方都市というのが、やっぱ若い人敏感なんですね。ですから、福岡以外でも若い人で膨らんでいる地方都市ありますんで、どうぞ皆さん注目してくださいね。うん、さらにえ、福岡というところの面白いところは、福岡本社が増えてるんです。新しい地方の形が福岡にはある。なんせ、 妖怪ウォッチ福岡ですからね。そうですよね。妖怪ウォッチのあの妖怪どもは日設電車に乗ってんですよ、本当に。うん、東京一極集中という言葉遣いは、やっぱり事実をこう少し歪んで見ている言葉なのであると。うん、地方消滅や限界集落なども事実を歪ませていると。地方消滅とか限界集落とか聞くとギクッとしますけども。この人ね、面白い統計出してますね、この藤波匠さん。はい、2006年。 10年以内に消滅するとされた集落は423も、うん、あった、あるんですよ。はい、10年以内にもう消えてなくなるって言われたのが。で、4年後、本当に消滅したのは35。うん、8.3%。その後の調査でも7年後消滅したのが14.6%。つまり、 消滅って言われながら、なかなか消滅しないっていうのが事実なんだそうです。はい。で、一番大事なことなんですが、10年以内に消滅すると言われた集落が423あって、本当に10年後消滅したのはわずか35。に対して、かなさん驚かないで。はい。この間誕生した集落が928もある。ええー。つまりね、 消えるよりも増える方が多いんです。はい。はい、集落ってどんどん生まれてるんですね。これも、糸も簡単に、4文字で、ある現象を表現できなくなってきてるというね。う山梨県甲府などは、消滅31に対して、新規誕生した集落は351あるそうです。えそうなんですか <laughs> これピンとこないだろ。ね、よくわかんないです。あのね、甲府あたりでは、別荘みたいな家が一軒できると、その周りに五、六軒家ができて、小さな集落を作るっていうのが多いんですよ。<ー>今、電気に関しても移動に関しても、便利になっちゃってるんですよ。<ー>これはもう、物流が抜群に飛躍してる。 物流、あの、革命ですよね。えから、インフラの整備。から、光ファイバー、インターネット。こういうものが、あの、人の暮らしをものすごい勢いで簡単に成立させることができる。だから、そこに若い世代が生きていく仕事さえあれば、いともたやすく集落というのは形成できるということなんですね。うん 人口減少が進む中で人口を奪い合う。そういうことはもうナンセンスであると。消滅するのは自治体だけでよいとは、行政機関で。目指すべきは、住民の経済も含めての豊かさである。著者は、付加価値の高い仕事につけるか否かが、地方の命運を握っており、政治制度、行政支援では、地方はせ、せ、創生できない。政治に頼るなと。 やっぱり、住民自身が、なんかこう、自分たちの暮らし、幸せっていうものを真剣に考えていくと、あの、そっちの方が、地方をはるかに、意図も簡単に励ますことになるのであるというね。ね、はい、えー、こういうことでございまして、この次また明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。というわけでありまして、流れは次第に、こう、時代、 と言いますかそういうものが全体的にこう回り舞台のようにこうガラッとこう回転しながら変わっちゃうというそういう時代を生きてるんじゃないだろうかなぁと思うそんな思いを込めまして流れは次第に地方と世界か首都圏というこういう対立構造で首都圏が真ん中にあって文化の配信をところが福井モデルという大変売れた本がございますけれどもどうもそうではなくて。 人間が快適に幸せに暮らすというのは、地方にもいくつもの理想のモデルがあるっていう。うん、さらにそれを推し進める意味で、藤波拓海さんという方が、人口減が地方を強くするという本を書かれて、ちょうどあの自分も福岡にレギュラーがあって、月に2回帰るようになったもんで、はい、自分のふるさとの福岡が急激にアジアに渡っていくための、 橋として重大な都市に成長しつつあるという、そんなことをこう感じるようになったんですよね。はいえー、ですからこの人口減が地方を強くするという、こういうあの本が目につきまして取り上げた日衆でございましたけども、うん、ふるさと自慢にならないように気をつけたんでございますけども、ちょっとふるさと自慢に聞こえたら申し訳ないという。いやーでも 福岡って空港もまず便利なところにあるし、あれはものすごいことですよ。空港からちょっと電車乗ればもうすぐ繁華街に出るっていう。皆さん地下鉄で2駅ぐらいですよ。ね、あれは素晴らしいですね。<えー S 1> はい。あの、飛行場から地下鉄乗りますと10分、15分ぐらいです十15分あれば福岡のど真ん中。階段登って上に上がると屋台がな並ぶ長浜ラーメンが食えるという。7月な。 20日間近く、20日以上か、福岡の街に住むわけじゃない、はい、共演者が柴田理恵さん。はい、から中村玉緒さん。はい、中村玉緒さんはパチンコに行くから、はい、玉を、玉を打ちに行って参ります。<laughs> って言いながら、ゆっくり楽屋の入り口から出ていく。<laughs> 柴田さんはね、もうなんか、もうほんと感謝してますけど、うん、なんか俺とやっぱり一緒にやりたかったらしいね、うん、お芝居を。うんうん ほんで、本当に申し訳ないんですけど、あの、柴田さんは、俺たち、休園日が2日もあったんですよね。はい、ありがたかったんですが。その2日は、実は、柴田さんのスケジュールが埋まってて、休みとなった日で、うん、つまり、俺たちが休んでるとき、柴田さんは、中京あたりで、わあ本舗の、全体公演、ライ,ライブがあって、うん、だか。から、もう1日も、 東京のレギュラーがたまるだけたまってて、東京戻り。う<わ>ものすごい勢いでし、柴田さん、8時だよ、うん、?11 時に昼の部が始まって3時で、俺ら15分間ぐらいしか休憩できないぞですお互いに柴田さんと。うん、で、4時からの、えー、夜の部で八8時に跳ねるじゃん。ほんだらあの人さ、リックサックスへって飛び出していくのよ。ああ、そうだったんですね。うん。 すまないねとかって言うけど、あの人、階段降りながら、楽ーって言いながら飛び降りていくんだけど、<laughs> 叫ぶ理由はわかりますよね。はい、あのね、10時には東京に着けるんだって。8時の舞台を終えて、飛行場まで15分なんですよ。ちょっとね、もう8時半に間に合うんですよ。飛行機に乗れるんですよ、博多だと。はいはい、8時半だと、10時に東京に着けるんで、 ほんで翌日朝7時からのラジオをこなしてテレビのレギュラーこなして朝一で戻ってくんですよ<ー>7時半の飛行機に乗っかると10時に着くんで10時半にはもう入れるんですよ<ー>それで11時の会に備えるっていうそれができちゃうんですもんねそれがね福岡可能なんですよねだから足は便利よな、えー、その他にも あの福岡の街アジアに開いてる街でしてねあの、えー、上海からやってくる船の便、えー、一席で5000人乗ってるという船があるんですけども、うん、430回という福岡へやってくる回数が1年間で1年間であ、うん、<ー>それから富山までね船で3時間ぐらいで行き来できますんで近いんだな大陸と結ばれてる あの、都市として、生き生きと呼吸してるよな。うん、はい。え、というわけでございましてね、ま、ああの、地方の生き方というのが、かつては随分、東京流入が続いたんでありますが、うんはい、そういう戦後のパラダイムがこう、全部崩れていって、別種のその可能性を感じさせるということで、2週続けて。もうネタがなくなっちゃいました。はい。昔のね、これ、2000、 2002年ですね。随分昔のネタ帳ですね。これネタ帳なんですよ。<ー>で、これ、あの、途中で作るのやめた歌がありましてね。はい。これをね、読み返してると、これちょっといいんじゃねえかと思ってね。ラップって書いてあって。えワンタンメン、ワンタンメン、ワンタンメンって言っただろう。えちょっと何、何、何ですかタンタンメン、タ <laughs> ンタンメン、なんて頼んでない。 あんこもなかとサンタモニカは似ているけれども違うでしょう。ワンタン麺と担々麺は似ていて同じ麺じゃない。よ、よ、よって感じですね。<laughs> <laughs> ラップ <laughs> これ、ちょっと、これやってみようかな、と思って。え、今それはボツになってんですかこれはね、やっぱり。もったいないですね。<laughs> ちょっとこれもったいないでしょこれあの、博多のラーメン屋さんでね、はい、ワンタン麺頼んだのに担々麺が出てきたっ,って怒ってるおじさんがいて。 この人をモデルに一曲作りたいなぁと思ってね。それでラップがわからないおじさんつんで、ラップ、ラップ、ラップって何それお刺身包むやつとかって。まあ、ごめんなさい。ちょっと話がね、脱線しましたけど、こんなこともやってますということで。はい。えまた来週はですね、違うネタでえお届けしたいと思っております。この次また来週のまな板の上で はい,は,いはい、はい、ね、はい。大丸です。はい、大丸です。はい。あの辺の歩いてる女の子のおしゃれなこと。すっごいんです。でいやー、びっくり。あれはね、九州県内から集まってきて、西日本からも集まっていくんです。<ー>東京行かせないで、福岡に行ってこいっていう、<ー>西南女子とか、<ー>それと、まあ、女房がボソッと言ってたけど、結構ね、イケメン多いんですわ。 うちの娘も博多座遊びに来て、はい、喫茶店で1,500円のコーヒー飲んでましたよなんか1,500円のコーヒーかっこいいお兄さんが勧めた勧めたんですって <laughs> 勧められちゃったそれで味はどうだった「普通やった」とかって博多, <laughs> 博多なまりで言ってましたね <laughs>、えー、えこういうふうにして魅力のある都市というのは地方都市というのが やっぱ若い人敏感なんですね。ですから、福岡以外でも若い人で膨らんでいる地方都市ありますんで、どうぞ皆さん注目してくださいね。うん、さらに、福岡というところの面白いところは、福岡本社が増えてるんです。新しい地方の形が福岡にはある。なんせ、妖怪ウォッチ福岡ですからね。ですよね、えー。妖怪ウォッチのあの妖怪どもは日設電車に乗ってんですよ、本当に。うん、東京一極集中という言葉遣いは、やっぱり事実を こう少し歪んでみている言葉なのであると。うん、地方消滅や限界集落なども事実を歪ませていると。地方消滅とか限界集落とか聞くとギクッとしますけども。この人ね、面白い統計出してますね、この藤波拓さん。はい、2006年、10年以内に消滅するとされた集落は423。もうん、あった、あるんですよ。はい、10年以内にもう消えてなくなるって言われたのが。で、4年後。 本当に消滅したのは35。8.3%。その後の調査でも7年後消滅したのが14.6%。つまり、消滅って言われながら、なかなか消滅しないっていうのが事実なんだそうです。はい。で、一番大事なことなんですが、 10年以内に消滅すると言われた集落が423あって、本当に10年後消滅したのはわずか35。に対して、かなさん驚かないで。この間、誕生した集落が928もある。つまりね、消えるよりも増える方が多いんです。集落ってどんどん生まれてるんですね。これも、いとも簡単に、 4文字で、ある現象を表現できなくなってきてるというね。う山梨県甲府などは消滅31に対して、新規誕生した集落は351あるそうです。えそうなんですか <laughs> これピンとこないだろうねよくわかんないです。あのね、感じで、俺ら15分間ぐらいしか休憩できないぞお互いにしますサンド。 で、4時からの夜の部で8時に跳ねるじゃん。おんだらあの人さ、リックサック背負って飛び出していくのよ。ああ、そうだったんですね。うん。すまないねとかって言うけど、<ー>あの人、階段降りながら、シ車ーって言いながら飛び降りていくんだけど、<laughs> すごいな叫ぶ理由はわかりますよね。はい。あのね、10時には東京に着けるんだって。うん<ー>。8時の舞台を終えて、 飛行場まで15分なんですよ。うん。ちょっとね、もう8時半に間に合うんですよ。飛行機に乗れるんですよ、博多だと。はいはい、8時半だと10時に東京に着けるんで、んで、翌日朝7時からのラジオをこなして、テレビのウレギュラーこなして、朝一で戻ってくんですよ。7時半の飛行機に乗っかると、 10時に着くんで、10時半にはもう入れるんですよ。<ー>それで11時の会に備えるっていう。それができちゃうんですもんね。それがね、福岡可能なんですよね。だから、足は便利よなぁ。はい、その他にも、あの、福岡の街、アジアに開いてる街でしてね、あの、えー、上海からやってくる船の便、えー、一席で5000人乗ってるという船があるんですけども。 430回という、福岡へやってくる回数が1年間、えー、1年間で。1年間でうん。<ー>それから、富山までね、船で3時間ぐらいで行き来できますんで。近いんだな大陸と結ばれてる、あの、都市として、うん、生き生きと呼吸してるよなはい。えー、というわけでございましてね、まあ、あの、地方の生き方というのが、かつては随分、うん、東京流入が続いたんでありますが、うん そういう戦後のパラダイムがこう全部崩れていって、別種のその可能性を感じさせるということで、2週続けて。もうネタがなくなっちゃいました。はい。昔のね、これ2 0 0 2 0年ですね。随分昔のネタ帳ですね。これネタ帳なんですよ。<お>で、これあの、途中で作るのやめた歌がありましてね。はい。これをね、読み返してると、これちょっといいんじゃねえかと思ってね、ラップって書いてあって。えワンタンメン。 ワンタン麺ワンタン麺って言っただろう。えちょっと何、何何何ですかタンタン麺、タンタン麺 <laughs> なんて頼んでない。あんこもなかとサンタモニカは似ているけれども違うでしょう。ワンタン麺とタンタン麺は似ていて同じ麺じゃない。よ、よ、よって感じですね。<laughs> <laughs> ラップ <laughs> これちょっと、これやってみようかなと思って。 え、今それは没になってんですかこれはね、やっぱり。もったいないですね。ちょっとこれもったいないでしょ <laughs> これあの、博多のラーメン屋さんでね。はい。ワンタン麺た頼なんかが飲みに来てる、はい。武田、武田タバコ店のお姉さんがやってるとかって言うんで。<ー>ではい。そこの常連でよく酒飲んでたのは心理学の北山教授っていうね。<laughs> 飲むと必ずね、あの素晴らしい愛をもう一度歌って帰るっていう変な教授がいて。<laughs> それ結構名物だった。<ー>ここにテレビの取材で訪れた時に、教務課の人が小声で、お姉さんにもう一回店やってくださいって <laughs> 頼まれたの。いはい。つまり、あの、糸島キャンパスに全員で引っ越したもんだから、遊ぶ、その、いわゆる、遊興地区、こう、 が何もないわけさ。飲んで歌えるとこなくなっちゃったっ。なくなっちゃった。<ー>それで、糸島、そこはやっぱでもどーっとこれから流れ込んでいくと思うんだよね、若い経営者たちが。はい。シャレーった喫茶店なんかができたり、それから糸島半島って、うん、もう本当に小馬鹿にしてたんだよ。それが、サンタモニカ風になってんのよ。そうなんですかハンバーガーショップが点々とあって、 若い女の子たちがキャッキャキャッキャ言いながら白浜で遊んでたりなんかする。昔生きしなかったよ。 でも今あのガイド見ると、うん、福岡からちょっと足を伸ばして糸島へって。そそそ女の子たちがすごく行きたそうな感じの写真が載ってるんですよ。うもう俺たちの頃ボロクソだよ。糸島へってお前はステッキと思って踏んだら全部蛇やったとかね、<laughs> なんか。そんなことばっかり。あそこは蛇がうろこぼししようもんとかって。そんなこと。そ,それがこないだ行ったら本当にもう、キャリフォルニア。キャリフォルニア。<laughs> もうがっくり。<laughs> そして、あの、 この九州大学の中身を見せてもらったんですけども、ちょっと言い方忘れちゃいましたけど、学生食堂にはイスラム食のコーナーがあるんです。で、やっぱり教務課がはっきり言った、私に向かって言ったんですけど、ドバイまで睨んでるんだって。へ<ー>ドバイの学生が来ても困らないような、そのいわゆるキャンパスライフが楽しめるような設備を九大は準備してるっていう。そこまで考えてるんですか大講義室の脇に、 メッカの方角を指す矢印があって、お祈りできるボックスがあるんだね。グローバルだなグローバルなのよ。俺あんなの初めて見たよ。中東近辺の学生さんたちがすごくすご過ごしやすい空間であるようにやっぱ工夫してるんだ。その他風力発電、水素自動車、新電力に関して産業界を引き付ける工学部が 九州大学にあるんです<ー>この辺で、ね、やっぱりワクワクしてくるんでございますね、はい、ちょっとねふるさと自慢になってしまいましたけど明らかに流れは次第に変わっているそれを大学のキャンパスで感じたもんですからご報告がてらおはようございます武田哲也です円盤柴良太郎さんがいいところこう電気を 各地方都市に送るということで日本っていうのは回ってたんですけど配電盤としての東京というのが実は終わりつつあるのではないだろうかとそういう考え方ですね。はい、変な言い方だけど関西あの東京オリンピックね、ええ、こう4年後に控えてます。れあれもしかしかたら、はい 地方の方が良かったかもしれないね、なんかね。いやいや、あの、いろんな考え方あると思うんですが、何もね、東京が独り占めすることはないと思うんですよ。私、会場を分けちゃっても、日本みたいな小さいエリアだったらいい、いいんじゃないかなと思いますね。成果が灯っているところが東京ということでも、いいような、 気がするんですよね。東京暑いですからね。だと思うんだ、俺。ビルのビル熱って言うんですかうん。ちょっと大変だと思いますよ。ゴルフの競技会場、まあ、あ多分ゴルフはあるでしょうけど、うん、軽井沢あたりでいいよねー。高原ゴルフいいですね。高原ゴルフでね。なんか、あんまりこうガチガチに東京メインに考えるっていうのが、力みみたいなのにつながっちゃってんじゃないですかね。はい えー、そのあたりも今から言っても遅いかもしれませんが、しかし、ちょっとね、ショックなのが一つだけありましてね、皆さん。はい、これあの、ど、どことは言いませんけども、あの、地方が、地方だけで作っている番組っていうのが、全国でゆっくり増えつつあるんですよ。東京にはキー局っていう局があって、それが電波送ってるわけじゃないですか、はい、ローカル局にね。はい、ところがね、昨今ね、 東京からやってくる番組で数字が取れなくなってるんですよ。ーローカルはローカルのためだけの番組が結構数字いいんですよね。ああ、そういうの多いですよね。ということはね、やっぱりね、東京のとあるセンスがもうローカルでは受けないと言いますかね。それが先週申し上げた都知事選の情報をなんで何時間もやるんだと。はい、俺ら関係ねえよ、ローカルはっていう。 感覚。それ、うん、から、もうズバリ言いますと、福岡、はい、博多華丸大吉、<ー>数字取ってんですよ。うん、福岡オンリーの番組を博多華丸大吉が。はい、そういうローカルのためのタレントさんっていうのが、うん、その、今、続々生まれてるんですよね。はい、それ今、今のところ小さいんですけど、もしかするとこれからなんかものすごく、うん、 こう大きな溝を地方と東京の間に作っていくのではないかっていう、ちょっと私予感がしてるもんでね。えー、さあ、この本編入りましょうね。藤波さん、匠さんがおっしゃっている人口減が地方を強くする。こういう問題であります。全国に過疎と指定された市町村が700と消滅するのは自治体だけでよいとは行政機関で。目指すべきは住民の経済も含めての豊かさである。 著者は、付加価値の高い仕事につけるか否かが地方の命運を握っており、政治制度、行政支援では地方はせ、あの、創生できない。政治に頼るなと。やっぱり住民自身が、なんかこう、自分たちの暮らし、幸せっていうものを真剣に考えていくと、あの、そっちの方が、 地方を遥かに、糸も簡単に励ますことになるのであるとね、はい。え、こういうことでございまして、この次また明日のまな板の上で。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷か奈です。というわけでありまして、流れは次第に、こう、時代といいますか、そういうものが全体的にこう、周り舞台のように、こう、ガラッとこう、回転しながら、 変わっちゃうという、そういう時代を生きてるんじゃないだろうかなと思う。そんな思いを込めまして流れは次第に、地方と、世界首都圏という、こういう対立構造で、首都圏が真ん中にあって文化の配信を、ところが、福井モデルという大変売れた本がございますけれども、どうもそうではなくて、人間が快適に幸せに暮らすというのは、地方にもいくつもの理想のモデルがあるっていう、うん さらにそれを推し進める意味で、藤波拓さんという方が人口減が地方を強くするという本を書かれて、ちょうどあの自分も福岡にレギュラーがあって月に2回帰るようになったもんで、自分の故郷の福岡が急激にアジアに渡っていくための橋として重大な都市に成長しつつあるという、 そ,そんんななことをこう感じるようになったんですよね、はいえー、ですからこの人口減が地方を強くするというこういうあの本が目につきまして取り上げた2週でございましたけどもふるさと自慢にならないように気をつけたんでございますけどもちょっとふるさと自慢に聞こえたら申し訳ないといういやでも福岡って空港もまず便利なところにあるしあれはものすごいことですよ 空港からちょっと電車乗ればもうすぐ繁華街に出るっていう。はい、皆さん地下鉄で2駅ぐらいですよ。ね、あれは素晴らしいですね。は,はい。えー、あの、飛行場から地下鉄に乗りますと10分、15分ぐらいです15分あれば福岡のど真ん中。ん階段登って上に上がると、ね、屋台がな並ぶ長浜ラーメンが食えるという。えー、7月な、20日間近く、20日以上か、福岡の街に住むわけじゃない、はい、共演者が 柴田理恵さん。から中村玉緒さん。はい、中村玉緒さんはパチンコに行くから、持ってますから、14位伝送があるんです。<laughs> はい、これに比べますと本当に申し訳ないが、やっぱり勢いとしては、名古屋なんですよね。うん、大阪は今地方都市なのでありますと。京都に比べましても、大阪は本社の数が少ないんですね。村田製作所。 村田製作所、これ、島津製作所とともに、はい、京都なんですよ、本社が。はい、それに皆さん、京都って、京セラ。ああ<ー>。それに皆さん、ニンテンド。ああ<ー>。これ聞くと、ちょっと、大阪は京都に負けるんじゃないかっていう、そういう勢いの差というのは、 事実としてあるわけでありますね。で、行政面に関しましては、地域産業活性化を励まし続けた、京都と大阪が大きく、この溝があることはもう事実としてあるわけでありまして。必死になって大阪も頑張っているんでありますけども、やっぱり今、近畿圏で一番勢いのある都市というのは実は京都なんですよ。しかも観光客すごいんだもん、ね、ここ。だってお、お、あれ、 京都にホテルが取れないから大阪に行ってるんですよ。あえー、まあ、それにつけましても、官主導ではなく、独自で地域産業を支援する取り組みが、民間でものすごく頑張っているのが、実はこれ繰り返しますが、福岡なんです。これ、まずびっくりしちゃったな。福岡地域戦略推進協議会、FDC というのがあるんです。はい、で、福岡は独自なんですけども、九、うん、市八町で、 九つの市と八つの町で組んで、ここね、何がすごいかっていうと、アジア中核的拠点戦略を進めてる。つまり、アジアに出て行こうってしてるんですよ。これはやっぱね、すごいんだわな。このアジアの匂いがする福岡っていうのは、 子供の時はなんか全員予想もつかなかったけど、今福岡を励ます最大の利点なんでございますね。このあたりからね、地域の活性見ていこうというふうに思います。この続きまた明日の物言い人の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。福岡の自慢話になってしまっております。誠に申し訳ございませんが、ね、でも現実としてこれ、藤波さんという客観的なメディアの方もあの話してらっしゃるんですが、はい、福岡では横の連携ががっちりしてて、アジア中核的拠点戦略、アジアに打って出ようという、うそういう戦略を地域全体が すごい頑張ってやってるんですね。はい、こういう政のことになるのであるとい、ねはい、えー、こういうことでございまして。この次また明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷かなです。というわけでありまして、流れは次第に、こう、時代といいますか、そういうものが全体的にこう、周り舞台のように、こう、ガラッとこう、回転しながら、うん 変わっちゃうという、そういう時代を生きてるんじゃないだろうかなと思う。そんな思いを込めまして流れは次第に、地方と、世界首都圏という、こういう対立構造で、首都圏が真ん中にあって文化の配信を、ところが、福井モデルという大変売れた本がございますけれども、どうもそうではなくて、人間が快適に幸せに暮らすというのは、地方にもいくつもの理想のモデルがあるっていう、うん さらにそれを推し進める意味で、藤波匠さんという方が人口減が地方を強くするという本を書かれて、ちょうどあの自分も福岡にレギュラーがあって月に2回帰るようになったもんで、自分の故郷の福岡が急激にアジアに渡っていくための橋として重大な都市に成長しつつあるという、 なんかそんなことをこう感じるようになったんですよね。はい、ええー。ですからこの人口減が地方を強くするという、こういうあの本が目につきまして取り上げた日週でございましたけども、ふるさと自慢にならないように気をつけたんでございますけども、ちょっとふるさと自慢に聞こえたら申し訳ないという。いやでも福岡って空港もまず便利なところにあるし、あれはものすごいことですよ。はい 空港からちょっと電車乗ればもうすぐ繁華街に出るっていう。はい、皆さん地下鉄で2駅ぐらいですよ。ね、あれは素晴らしいですね。はい、あ。えー、あの、飛行場から地下鉄に乗りますと10分、15分。ぐらいです15分あれば、福岡のど真ん中。ん階段登って上に上がると、屋台が並ぶ長浜ラーメンが食えるという。えー、7月な、20日間近く、20日以上か、福岡の街に住むわけじゃない、はい、共演者が、 柴田理恵さん。はい、から中村玉緒さん。はい、中村玉緒さんはパチンコに行くから、玉夫玉夫うちに行って参ります。って言いながら、ゆっくり楽屋の入り口から出ていく。<laughs> 柴田さんはね、もうなんかもう本当感謝してますけど、えー、なんか俺といっぱい一緒にやりたかったらしいね、お芝居を。ほ、えー、んで、本当に申し訳ないんですけど、あの、柴田さんは、俺たち休園日が2日もあったんですよね。はい ありがたかったんですその二日は、実は、柴田さんのスケジュールが埋まってて、休みとなった日で、つまり、俺たちが休んでるとき、柴田さんは、中京は、